松原市役所にて、松原市役所にてグルリン号は、大阪府松原市で運行している、コミュニティバス。松原市がリースにより保有する、自家用、車両4台を使用し、運行は、MK タクシーに委託している。自家用車などを持たない、地域住民のための公共交通機関として1999年10月より、運行が開始され、運賃は無料である。各車両には、 バリアフリー対策として車椅子席が2名分設置されている。基本的に年末年始を除く平日のみの運行で、あるが、公職選挙投票日及び期日前投票日、また、松原市の祭事である、松原マルシェ開催日などの際は、土曜、日曜、祝日にも運行される。西ルート、東ルート3系統の南北ルートの、慶護系統が運行されており、 いずれも松原市役所停留所を周期点とする循環系統となっている。各系統にはラインカラーが制定されており、西ルートは金色、東ルートは緑色である。南北ルートは3系統で、ラインカラーが異なり、丹南、西大塚方面ルートは青色、奄美・布瀬方面ルートは小豆色、江賀・三宅方面ルートは大々色にそれぞれ区分されている。また、 平成29年4月3日から、近鉄バス大堀線の廃止に伴い、北、中央ルートで補填する形で設定。運行台や、8時台から16時台にかけて、県奈々運行松原市役所高圏の佐藤3丁目、引っ越し新町5丁目、ハートビュー、半南大クラウンド前、新町南公園前、半南中央病院西。 新町郵便局前、甘み稼働1丁目、甘み稼働3丁目、甘み稼働5丁目、甘み南六丁目、甘み西2丁目、甘み西3丁目、大和、川西雲東広場、甘み北2丁目、常連寺湖養促進住宅前、甘み北3丁目、常連寺、コミュニティセンター阪南大学前老人センター、弁天池前松原特集会病院前三宅、 新池西宮家新池交差点、あ、二丁目交差点東、松ヶ丘二丁目松原市役所運行台や、八時台から十六時台に、かけて、京七便運行松原市役所退場二丁目、明治協病院前見焼け土地改良区前、別所公民、ありがとうございます。